しくお願いします。はい、フジテレビの大家です。先ほど代表質問をされましたが、はい、総理の答弁に対してどのように受け止められましたでしょうか。はい、岸田総理誕生後初めての代表質問でしたけれども、岸田総理は私の質問に対して、とても丁寧に、幅広くお答えいただいたというふうに受け止めました。個々の質問の内容についても、あえて取り上げますと、例えば、新型コロナウイルスに対する治療薬やワクチンについてですね、特にこの飲み薬については、この開発、研究開発を支援するだけではなくて、有効性、安全性の確認されたものについては、それを確保するというところまで最大限取り組むということを明言されましたので、こういう取り組みの姿勢が一層国内メーカーの開発努力につながるし、また海外で先行するものにも対応できると思います。それから雇用や事業者や生活支援のところについては、経済対策に盛り込んだ上で補正予算で対応するということだけではなくて、その間補正予算でできる前には既存の予算の中の予備費を活用して対応するということも明言されました。それから子育て支援に関わるところでは、出産育児一時金、これについては実態に応じて増額に取り組んでいくという姿勢が明言されましたので、そこも良かったと思いますし、また公明党のその子育て支援に対する長年の取り組みについても大変高く評価していただいたと思っています。それから核兵器禁止条約については、この核保有国を巻き込んでいく、説得していくことが重要だと。その上で NPT の運用再検討会議、ここで前回合意ができなかったわけでありますが、次の会議ではしっかり取り組んで核保有国も巻き込んだ合意を図っていきたいと、そういう決意を述べられたということであります。それから選択的夫婦別姓や、あるいはその理解増進法のところは、前提としてやはり多様性を尊重するということを明言されましたし、また性自認や性的指向について不当な差別はあってはならないということも明言されました。その上で理解増進法については、この議員立法の形で熱心な議論が進んでいるという認識を政府の側として、総理の側として示したということは、この議員立法としての成立の後押しになると、このように思っております。それから政治と金の問題について、ここはやはり我が党の提案について敬意を表した上で、これまで自公でこの合意を図るべく努力してきたわけですが、あえてですね、自民党総裁としてこの党内での議論を促していきたいと、そういうことを答弁されたということも、強い意欲と決意が示されたものと評価しております。そういうことで、他に挙げればたくさんあるわけですけれども、以上、気づいたことをコメントさせていただきました。ありがとうございます。はい、もう一問、岸田総理は明日衆議院を解散する方針を表明していて、もう少し大きい声で言ってて、ごめんなさい。岸田総理は明日以降、衆議院を解散する方針を表明していて、明日以降選挙戦に突入することになると思うんですが、公明党としては今回の選挙をどのように戦っていくお考えでしょうか。はい、今回衆議院選挙ですから、政権選択を国民に求める、そういう選挙になりますので、自公連立政権の合意に基づいて、自公がしっかりと現下の状況、また将来の国の方向性について責任を持つということを明確に訴える、そして自公政権を選んでいただく選挙だと思います。同時に、この自民党公明党それぞれの持ち味といいますか特徴がありますので、それぞれの独自の政策、
あるいはまあ共通項はありながらも表現の違うような政策についてしっかりやはり国民に訴えて理解をいただいた上で選挙後の合意をしっかりまとめて経済対策やその後の政治に反映していきたいと思っていますので、その国民に理解を求めるそういう訴えとご支持を仰ぐ行動が重要だと思っています。選挙協力をしっかり実のあるものにして与党としての議席確保、過半数を超える確保に努力したいと思います。ありがとうございます。各社さんお願いします。すみません、読売新聞の方です、はい、先ほどの歳費法改正についても言及ございましたけれども、はい、来たる衆院選で広島3区を戦う上での、 その意義づけっていうのを改めてお願いできますか。はい、まさに広島で、この歳費をめぐる問題提起、有権者の側から強い疑問が投げかかられたところであります。それをしっかりと受け止めた上でそれへの対応策ということで、当選が無効になった場合には歳費を返納する、これを法的義務にするというたたき台を公明党が提案をして自民党と協議しながら合意を作ってきたものであります。そうしたことはこのやはり自公の真摯な姿勢を示すものと我々は思っていますので、広島3区という小選挙区においてもまさにその推進者であった斉藤鉄夫候補がそれをしっかり訴えて、また党としても自民党も含めてそのことを有権者にご理解をいただく、そういう取り組みを全力を挙げていきたい、その上で勝利をしていきたいと思っています。すみません、NHK までです。はい、今日 の代表質問に絡んでですね、まあ、国民にどういったその公明党の姿勢を示すことができたか、改めてあ、いわゆる国民に対してですね、はい、今日の代表質問を通して、どういったその党 の、はいはい、まあ、イメージというか、主張を伝えることができたか、はい、改めてお願いします。はいはい、やはりコロナの対応では、ワクチンにせよ、あるいは治療薬の承認とその使い方にせよ、公明党は積極的にこの現場の実情を捉えて提案をして、それが実ってきたと、こういう経過があります。今後の国民の不安に対してもしっかり備えを固めるという意味でのいくつかの質問をさせていただきました。岸田総理からの積極的な答弁もありましたので、それを実現していくという姿勢を示したいと思います。それからこの特に子育て支援のところ、ここは公明党がもう立党当初から力を入れてきた分野でありまして、トータルプランなども発表しながら近年政策が強力に大きく前進した部分もあります。それを踏まえながら今後必要なことについてもさまざまな具体策を提案をして、それをリードし実現を図っていきたいと、このように思っております。不妊治療の保険適用もそうですし、出産育児一時金の増額もそうですし、また教育の無償化をさらに拡充するということもそうであります。新たにこのコロナの下での緊急的な支援についても未来応援給付ということを提案しており、そうしたところでは公明党の強い取り組みをアピールしたいと、このように思っております。また核兵器禁止条約についても日本の政府の締約国会合へのオブザーバー参加を強く求めていきますし、最終的にはこの条約が批准、日本が批准できるような環境を作り出していきたいと思っております。政治と金についてはこれはもう自公ともに姿勢をしっかり正して国民の理解を求める、信頼を高める、そういう努力は今後とも不断に行っていくと、こういう姿勢を示すことも大事だと思っています。はい、産経新聞の石田です。核兵器禁止条約に絡んでなんですけれども、はい、代表を重ねてオブザーバー参加、日本のオブザーバー参加ということを提案されました。はいはい、ただ岸田総理の方からですね、おっしゃったように NPT 体制の強化ということは、はい、述べられたと思うんですけれども、はい、
小倉さんからについては言及が特にありませんでした。広島出身の総理とはいえ、ややまだ政府の立場とは距離があるのかなという、はい、印象を受けましたけれども、そっちのこの点についてどう受け止められたと思いますか。はいはい、これは政府の立場としてはこの核兵器禁止条約は批准をしないということがこの日米安保や従来の核政策と矛盾しないような形でそういう対応をしているわけであります。一方で核保有国と非保有国の対話によるこの核軍縮あるいは核それを経て核兵器のない世界を作るということも政府自身が取り組んできた。特に今日岸田総理の言及もありましたが、賢人会議を作って、その意見を反映させようとしたというのはご自身の取り組みとしておっしゃられておりました。オブザーバー参加というのはこれは政府としては言及しないというのはやはり締約国会合がどういう形で開かれるのかまだ具体的に判明しないところがあります。それに対して各国の参加をどのように求めるのかということもはっきりしておりません。そこをよく見極めるということがまず必要だと思っておりますから、参加しないことありきではないと私は我々は受け止めております。ぜひこの核保有国を巻き込むという総理の強いリーダーシップの下でこの締約国会合への対応というものは今後検討されるべきことだと思っています。すみません、はい、富士通信のニュース少し離れるんですけれども財政支出に対する考え方についてお伺いしたいんです。財政支出に対する財政支出はいどうぞ。矢野次官の論文が話題となってますけれども、はい公明党としての財政規律に対する考え方と、マニフェストでどのようにその辺について配慮したか改めてお考えをお伺いできれば。はい、財政健全化を長い目で確保していくということは当然のことだと思っております。しかしまたこの社会経済の状況に対応していくということも重要でありますので、それはその大きな目長い目で取り組むことと現状に対する優先順位を間違わないようにすること、これがやっぱり政治家の賢明な判断を要するところだろうと思います。常にこの財政の持続可能性ということは政治家としてまた公明党として常に念頭にあることでありまして、それを踏まえた具体的な政策をいろいろな工夫と辛抱遠慮を図りながら作ってきているところであります。今回提示しているある程度の財政支出を伴うようなテーマ、未来応援給付にしても、また新たなマイナポイント事業にしても、そういうことを考慮して、財政支出が社会経済のに大きな効果を上げるような、そういう対応を考慮している。またそれがその財政支出はある程度絞りながら効果的に活用されることを目指したものでありまして、その点では大きな対立とか相違はないものと私は思っております。はい、こんな感じです。この代表質問の全般的な話になってしまうんですけれども、はい、月曜日から今日まであとは半日ありますけれども、はい、代表質問をご覧になってそれに対する総理の答弁として例えば言葉 の選び方ですとか答弁の姿勢についてどういった印象を持たれたか例えば菅さんですとか安倍さんに比べてのどうだという何かご印象あれば教えてください。冒頭申し上げましたように、私の質問に対して大変丁寧に、ね、答えていただいたと思いますが、他の質問者に対しても、ね、かなり気を使いながら答弁されているという印象を持っております。そこは前の菅総理や安倍総理それぞれのやはり個性がありますので言葉遣いやこのメリハリのつけ方はそれぞれ特徴があるかもしれませんけれども、おおむねその問われた課題に対して誠実に丁寧に答えていこうという姿勢は岸田総理もしっかり表していると、このように受け止めております。これからもぜひ
さらにもっとですね、磨きをかけていただきたいと期待しています。はい、産経新聞の下です。はい、公明党ですね、公約で、はい、中国の人権状況に懸念を示していたりですね、はい、あと憲法についても加減という立場で活発な論議をというふうに謳われていると思います。はい、一方で今日の代表質問ではその2つには触れられませんでした。いずれも注目される国民の関心も高いテーマだと思うんですけれども、今日触れられなかった理由って何かありますか。主として衆議院選挙ですので、外交安全保障に関するテーマは大部分、昨日の衆議院の石井幹事長のところで聞いていただくと、こういう役割分担にしておりました。ですからもっと大きな、しかも現下の具体的なことというよりは長いスパンを要する大きなテーマで、核兵器禁止条約についてや、あるいは SDGs といったところについてはこの参議院で私の方で質問したということであります。まあ、マニフェストで今ご質問があったようなことはすでに公表しておりますし、また政府の取り組みとも一致しているところも多いと思います。憲法改正については落ち着いた基調で十分な議論と国民の理解、ここが最も重要だという我が党の従来のスタンスをしっかり述べた上でですね、このコロナ禍で新たな問題提起といいますか、気づきというものがありましたから、そういうことも含めて議論の幅を提起していると、そういう側面もあるわけであります。よろしいでしょうか。以上になります。はい。